へへへ、今日はこのおもちゃを隠すぜ。モサブレードはここに。ラジマ。しょうくん。はい。しょうくん。はい。ちょっと来てくれ。大変だ。君のパパにおもちゃを隠されてしまった。パパに流星ゴールドのおもちゃ隠された。しゅんくんには今から僕流星ゴールドの変身アイテムを集めてきてほしいんだ。探してきてくれ。はい。レッツゴー。探します。探してくる。どこら辺だろう。さあ探してくれ。あ、俺の変身アイテムはどこにあるんだ。ビリビリソール見つけた。ありがとう。まずはビリビリソールを見つけてくれたんだな。うん。次も頼むぜ。はい。ゴールド見えた。見つけたぜ。流星ゴールドゲット。これはゴールド流ソールじゃないか。ありがとう。あ、次も頼むぜ。あ、もう一回行ってみよう。上にあともう一回。しゅんくん、あとはモサチェンジャーだけだ。あ、頼むぜ。うん。モサチェンジャーどこだろう。下行くか。どこだ。ここないよね。モサチェンジャー見つけた。おう、ついにモサチェンジャーまで見つけてくれた。ありがとう。流星チェンジ。よし、今日もみんな見つけることができたぜ。あ、こら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 。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画を見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。私もドラチャンネルです。シャンです。今日は
出張ダンボール自販機。そんなわけで今日はね、お風呂場でダンボール自販機をやっていきたいと思います。はい、はい、ただいつものダンボール自販機と違ってちょっとねちっちゃいね、ミニマムサイズでございます。で、絵柄もキューレンジャーなんですけど、まあ、何が出るかはわからないというものになっております。さあ、じゃあ今日は誰から押していきますか。はい、じゃあニーニーから押してください。はい、青。はい、せーの。お、ビッグアタマゴ。今日はエグゼイドか。仮面ライダーエグゼイド、ビッグアタマゴ、レベルアップライダー入浴剤3。これが無敵ゲーマー。じゃあ次はしおんくんが押しましょう。せーの。おー、出た、3つも出た。3つ、すごい。3つ。さあ、それではじゃあ今日はねこの5つのびっくら卵やっていきましょう。はい。あ、どんな感じでしょうか、見せてください。黄色。じゃあ、おー、今回は黄色いびっくり卵でございます、はい、ちなみに匂いはカモミールの香りになっております。そしてかなとくんたちが開封している間にちょっとラインナップを見ておきましょう。ラインナップは仮面ライダーエグゼイド、ブレイブ、スナイプ、パラドックス、こちらの4種類になっております。で、今回もこのマスコットがねレベルアップしますよということで、うん、エグゼイドもマキシマムゲーマーから無敵ゲーマーになったりとかねするみたいですね。さあ、それではこちらの5つやっていきましょう。お願いしまーす。さあ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 、おお、すごい、シュワシュワいっております、シュワシュワいっております。お、早いね、早いね。マキシマムか。で、パパ、で、また出てきてるよ。出てきたね。あれ、でも5個やったんだよね。あと1個は？あ、あ、来た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 。来たー。お、これ、ここなんか持ってる。お、終わった。お、パラドックスだ。さあ、じゃあ、あとはお部屋行って確認しましょう。はい。さあ、お風呂から出てきました。変な人いる。変な人、メガネ取って。キリアさんですか。キリアですか。メガネ取ってください。やだ。さあ、それでは結果発表。結果発表いきますよ、はい、まず出たのがこちら。ドゥルル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 パラドックス、レベル99のパラドックスですね。うん、このような感じになっております。はい、で、これね、ここ取れます、前のパーツが。よいしょ、取ることによって、うん、なんで取ったんだろうっていう感じな。取らなくてもいいかな。え、これなん、え、これは取れて何かなんのかな。特にない。うん、取れるんだけど、なんで取れるかはよくわからない。はい、このような感じ。はい、うん、遊んでいいよ。次は、ドゥルル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 ル。仮面ライダースナイプのレベル50ですね。シミュレーションゲーマー。はい、このような感じ。で、これもね、前のパーツが取れます。帽子がついたままだからね、これもなんで取れるのかはよくわかりません。はい、遊んでいいよ。次、ドゥルルルルル。でん、仮面ライダーブレイブのファンタジーゲーマー、レベル50ですね。このような感じ、結構かっこいいよね。うん、ちゃんとマントもさついてるし。で、ブレイブはよいしょ、後ろのマントと前のよいしょパーツが外れます。ただ顔はファンタジーゲーマーのままなので、顔だけいかつい。さあ、じゃあこれでも遊んでいいよ。4個目。ドゥルルルドゥン。かぶったパラドックス。
残念でした。あと1個。はい。さあ、最後の1個です。いきますよ。目つぶって。ドゥルル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 はい、そしてね、これも、前のパーツが外れるんですけど、もう前っていうかもうね、これ全体がね、外れて、なんと、なんと、じゃ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 ん。じゃ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 ん。エグゼイドの無敵ゲーマーになります。すごい。髪の毛長い。しかもゴールデンじゃん。こうやって見ると本当ドラゴンボールのスーパーサイヤ人みたいだよね。髪が後ろまで長いからスーパーサイヤ人3だよね。じゃあそんなわけで改めて結果を見ましょう、はい、パラドックスが2つ、そしてスナイプとブレイブが1個ずつ、そしてエグゼイドが1個出ました、はい、というわけで全4種で5個買ってきて、まあ、1個かぶったんですけど全4種揃いました。やったー、はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーエグゼイドビックロ卵レベルアップライダー入浴剤3を紹介しました。はい、かっこよかったね。かっこよかったね。うん、はい、あと全種類揃ってよかったね。そうだな、やったぜ、イエーイイエーイ。皆さんもやってみてください。そんなわけで今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで、いただきます。